源氏の山田一郎です。え、他の大手グループの、まあ、1億円プレイヤーなんで。え、はい、1億円プレイヤーです。明治大学出て、大手企業、会社員やって、スーパーロースかもね。そうです。だからキャリア一緒です。キラキラいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。はい、行きまーす。はい、こう。ラスト2、3枚ぐらいください。はい、行きまーす。はい、行きまーす。ラスト。行きまーす、2人。タワーは、4機合同でバーってやって、はい。すごいですね、4つって初めて見た感じ。まあ毎回でも4つぐらいでやってるんですよ。一気おいくらなんです？100だったかな。はい。ちょっとめちゃくちゃ質のいいタオルですね。もう夏なんで。去年は扇風機でした。ちょっと触ってもらうと分かると思うんですけど、ちゃんと生地感もしっかりしてるやつで、いいやつです。当店の最終兵器、山田です。山田一郎です。山田一郎さん、はい、山田一郎です。源氏の山田一郎です。え、こんなかっこいいのに。お、初めてです。今月から入ってくれて、でももともと他の大手グループの、まあ、1億円プレイヤーなんで。え、はい、1億円プレイヤーです。優秀なんですよ。明治大学出て、大手企業、会社員やって、そこからロスかもね。そうです。だからキャリア一緒です。うん、1ヶ月の僕の動きの集大成、山田くん。ありがとうございます、はい、そんなに。いいね、全然。めっちゃデートしたもんね。はい。他のお店も結構見られて。何個見たっけ？17店舗見ましたね。引っ叩こうかと思ってたよ。すいません。見てよかったと思ってました。各言う俺も30個見て、9年前にハーレムに入ってますので、人のこと言えないんですけど、気持ちは分かるよ。はい、うん。ランチャンネルのディレクターの渡辺さん。あ、お願いします。え、神宮寺春さん。あ、春さん。はい、よろしくお願いします。結構ストレッチはどれぐらい？ストレッチ僕1年半ぐらいです。まだまだ続くものです。その前はなんだっけ、子供の相手？あ、そうそうそう。言い方したらあれだけど。学童保育みたいな。学童保育、そうかそうそうそう。学級は芝居てました。やめなさい、その言い方。ダメ、それはダメ。やばい。そう。たまたま歌舞伎町に知り合いが何人かいて、それでまあホストをしてみればみたいな感じで、ハーレムで僕ホスト人生終わると思ってるんで、まあ、看板になって、まあ、ホストはやりたいしようかなっていうふうに思って。
ち早いです。あ、早いですか、ごめんなさい。なんかこ結構でも気遣ってゆっくり歩いてました。あ、本当ですか。はい、すいません。夏が長いから。いやいやいや、あの会社員の営業の癖でもうとにかくご飯は早く食べろ、早く歩けみたいな感じですね。おはよう。不良どもが溜まってる。おっす。いた。そう。もう、あ、カズーさん、はい、みんなに紹介してあげてよ。あ、今も紹介した。あ、よかったよかった。そう、今日はちょっと、あの、本店の方からこっちデビューの、はい、大川くんで。カメラ回っちゃうな。かっこよくないですか。かっこいいです。本当ですか。うん、めちゃめちゃ嬉しいです。棒読みやん。いや。なんか、今日から、はい、今日からです。今日ちょっとケミが人見知り発揮してなんかあのモジモジしてないか心配だから顔見に来た。モジモジですよ。モジモジくんだもんな。モジモジくんだもんな。人見知りなんですよ。まああの緊張しないでやってよ。みんなめっちゃいいやつだから、はい、そうですね。うん、アップホームだ。なんかあったら LINE して。俺ちょっと向こう周年だから向こう見てなきゃやばいから。よし、見るって大変ですよ。でも結局こう優秀な子たちがいてくれると、うん、自分の手があんまりかからないようになってしまえば、うん、ゆっくり歩きますか。高見さんだけ。こんにちは。かっこいいですね。え、お誕生日ですか。今日周年なんですよ。あ、同じですね。あ、本当ですか。うちもです。あ、マジですか。はい、アピッツ、ね、アピッツの同じボスです。同じビルで。いやすげー。はい、あ、全然あの、そっちの格好暑いと思うんで先行っちゃって大丈夫です。はい、全然大丈夫です。しんどいと思うんで。すいません、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ここですね、ここの衣装なんですけど。あ、ほんと来てくれて。あ、なるほど。なんか敵対してとかしてないんですか。全く全然、あの、なんかもうそういう歌舞伎町時代が今あんまりそういう時代じゃないのかなっていう。もちろんその商売の上ではライバルでもあるかもしれないんですけど、あの、なんだろう、少ないパイを取り合うっていうよりもこう SNS とか、ね、あの TikTok、YouTube、ね、あの Twitter、インスタ、まあいろいろありますけど、そのマスのエンターテインメントだったかなっていうので、ただそんなになんかもう目くじら立てるって取った取られたみたいなあんまりないのかなっていう印象です。お店同士の争いとかっていうのは多かったっていうのは聞きますよね。まあやっぱ15年前とか20年前ぐらいとか。はい。あ、戻ってきた。どこでやります。 SV 空いてるかな。あ、今ならできそう。芸能人ですね。いやめっちゃかっこいいよね。本当にハレム総本店にまた最近戻ってきてくれて、でどういう気持ちで、ホストを頑張ろうと思ったのかって軽く聞けば、うん、まあ個人的にはあの全然こうなんていうのかな、もう昔から知ってる人っていう認識なんだけど。ザシンググランドオープン初月ナンバーワン新国のプロデュース霧島
引き換わってました。今年に入ってからですね、働き出したのは。外仕事とか、まあ、ちょこっとやったり、イベント会場の、設置したりとか、そういうの朝の5時に起きて現場入ってやってました。貯金とかあったの？いや、もう使い果たして、それはもう1年東京にいたら。で、またなんで戻ってこようと思ったの？まあ、いろいろあって。そうですね、まあ、どこかでちゃんと話したいなと思ってるので、はい、まあ、タイミングきつい。なるほど、わかりました。ラストはもし取れる可能性がちょっとでもあるんだったら取りたいなと思う。歌えたらハッピーな。120ピッタ。あと、ショーケー中でラストオブだった。